考えてたもんね。はい、抽選170番でした。残念。はい、よし行こう。とりあえず台を押さえよう。おはようございます。はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。暖かい暖かい天国だ。忍び、あ、おはようございます。忍び魂、はい、開いてない。乙女、開いてない。カラクリ、開いてない。モンキーはいける？モンキーも開いてない。あ、やばい。いや、開いてないな。え、かなり混雑してる。カバネリは開いてない。ちょっと待って。うわ、そうよね。だってスロットの台数ぐらいの方が並んでんだもん。グランベルム、あ、永遠もいけないか。ジャジャマルくん空いてますね。え、打ったことないけど、これまだ導入されたばかりっすよね。あ、カップには全部青だな。はい、改めましておはようございます。今日は青森市のマルハン浜田店さんやってまいりました。で、非常に朝から多くの方並ばれていて、170番目の入場だったんですけど、台がね、もうなかなか取れずにたどり着いたのがこのスロット忍者ジャジャマルくんという今月導入されたばかりの新台になります。まさか打つと思ってなかったので、初打ちでもう全くの初見になりますので、ちょっといろいろ調べながらね、打っていきたいと思います。打ったことない方もいらっしゃると思うので、一緒に勉強しながら行きましょうか。まあ基本的には疑似ボーナスで出玉を増やしていくタイプと、でまあ連チャンモードに入れば32ゲーム以内にボーナスがこうループするという感じ で、当たった時はここのね、告知ランプが光ります。完全告知となってますので、まあ当たりはすぐに分かりますよという感じですね。まあ、通常時のモードが大きく分けて基本的に4つ、通常 A、 通常 B、 そして早掛け桜というですね、4つのモードがあります。で、天国モードの上にガマモードがあって、さらにその上に超ガマモードというね、ちょっとオキドキっぽい感じですかね。オキドキっぽい感じですね、32ゲーム以内のボーナスというあたりは。で、さらに朝一設定変更されていれば、その通常時の4つのモード 25% ずつの振り分け、均等に振り分けられてるんで、朝一は意外とチャンスですね。一応規定ゲーム数が、まあ、1000ゲームが最大となってるんですが、リセット後は短縮抽選もされているようですね。あと僕らはね、このジャジャマルくんといえばファミコンなんですよ。僕が小学校の時に流行ったファミコンのゲームでやってました。すごいやってました。だから最初この忍者ジャジャマルくんがパチスロで出ると情報を見た時にですね、すごい懐かしかったんですよ。え、どんな台なんだと思ったらね、こんな台でした。こんな台でしたっていうのもあれですけど、こんな感じの台ですね。あ、この桜ランプミッションっていうのはちょっとここが複雑に見えますね。あ、これですね。今タンチェリーですけど引きましたので、桜のランプがつきました。で、チェリー成立時にリール左の桜ランプが1個以上点灯していき、 3つ点灯させればボーナス確定する。で、次ゲーム以降でハズレを引くと消灯のピンチだが、消灯しても内部的には点灯状態が維持されているパターンもあると。あ、消えた。あ、またチェリーだ。タンチェリー、あ、つきますね。消えた。ちょっと一回当てて周り見てみましょうか。台が空いてないか。さあ、まずは朝一4つのモードのどれにいるかというところでしたけども、ゲーム数はこれで開始200ゲームになりますので、とりあえず早掛けモードではなかったというところですね。あとは通常 A か通常 B か桜モード、まあ、これは規定ゲーム数の、まあ、天井一緒なので分かんないですね。当たった後に天国行ってくれるのか、あるいは
ガマモードに行ってくれるのか、であとは400ゲームへの天井短縮がされているかどうか。朝一、まあ、最悪のパターンは天井短縮も受け入れて通常 A で1000ゲームはまるというのが最悪ですね。さあ400天井はなかったですね。早掛けも取れず400天井も取れず、ちょっと立ち上がり、まあ、初打ちなんでその出てるところも見たことないしイメージを持ってないのでまだ不安ですよね。やっぱおっと2ゲーム連続のチェリーだ。これで2つ目、あと1個つけばボーナスです、まあ、やっぱ単チェリーを3つ重ねるっていうのは難しいですよね。連チェリー絡んだ時でしょうね。わ、惜しかった。あと1ゲーム早ければ当たりだった。え、チェリーの広角みたいな感じがあるんですかね。え、そんなことあります。もう一個引け。うわー、たまたまか。まあ20分の1ぐらいだったらあるか。900ゲームを超えてしまいました。なかなか当たってくれないもんですね。通常ゲームどういう台なのか分かって打ってて、このハマりならまだ対応もありますけど、初打ち最初の当たりが天井ってなるときついなとしか思えないですよね。普通にこの後どれくらい出てくれるかですけど、大事なのはもちろん、ただ一発目で天国以上に行かなかったらちょっときついですね。もう次の当たりまでおおと思ってないので一発目で勝負です、この台は。さあこれで999ゲームでございます。あ、次かな、うん、次か、あれ1000ゲーム天井ですよね。ああ、光った光った。いやー遠かった。おはてん、ちょっと音が本当にちっちゃくて聞こえないな、テンパイ音も。とりあえずビッグボーナスです。で、まあ点滅の仕方とかテンパイ音でモードの差とかあるんですけど、ちょっと通常知らないまま打ってしまったんで今のがどうなのかっていうのは分かりませんでした。ちょっと一回写真撮ります。まあ、ノーマルタイプじゃないんでね、もちろん天井まではまってしまうっていうのはもうこれはもう仕方がないこと、要は天国モード以上に上げてどれだけ出せるかっていう勝負をする台なんで、しっかり連チャンして使った分以上返ってくれば OK、 返ってこなかったら残念でしたということで、32ゲーム以内のボーナスがそもそもなければやめるか次の当たりまで追うかを決断しなければいけませんというところですね。このパネルとね、このジャジャマルくんのこのランプ、あとここに映ってるこうキャラクターたちが懐かしいというだけで、最初はワクワクしながら打ってましたけど、200ゲームぐらい回したところでもう、あ、ちょっともうこれ最初のあたりで天国行かなかったらまずいなっていう冷静な感情が生まれてきましたんで、さあこれ天国なければもうやめて移動したいと思います。さあこれでビッグボーナスの70ゲーム消化になります。大事なのはここからの32ゲームです。ハマった分帰ってきてくれ。ビッグボーナス終了、いきましょう。32ゲーム、天国モード以上なら32ゲーム以内にボーナスきますというところですね。でガマモードならループ率が約 81%、 超ガマモードならループ率が約 92% と、おーといたよ。早速3ゲーム、 OK、 まあ通常点滅でしょうね、これがね。ビッグ2発目、嬉しい。いやこれね、32ゲーム以内取れてるか取れてないかはもう運命の差なんで、こうなると
ガマモード以上にいる可能性だってあるわけじゃないですか。朝一桜モードの振り分け 25% あったわけですから、そこに期待したいですね。あ、ジャジャマル出てきた。高設定さ、本当？さあどこまでボーナスを重ねられるか。今2連目のボーナスが終了になります。3連目があるかどうか。再びここから32ゲーム参ります。まだまだお願いします。あとチェリーを引いたときに桜ランプが2つとか点滅したら、まあ、天国の期待度が上がるというか、天国中は2つ点滅しやすいみたいですね。まあ、その辺も一応示唆というか、おってはなる。おお、3連目これも通常点滅ですね。今度は中断。あー、ビッグよかった。いや、いいぞ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 、いい感じだぞ。ちょっと朝から宣言もハマってどうなるかと思いましたけど、ちょっと安心しましたね。これでビッグ3連でもう500枚以上取れてますんで。やっぱこの手の台はね、32ゲーム以内のボーナスループ、まあ、天国以上に行けばめっちゃ面白いんですよ。どこまで続くか本当にワクワクします。お、カット今全部青だな。お、2角 !1 ゲーム連ゲットです。よっしゃ、これは気持ちいい。これですね、召喚の儀。いや、ジャジャマル君面白いぞ。これはこれはありですね。わかりませんよ、もしかしたらこの1ゲーム連の性能がめちゃくちゃ優秀な台で相当ピックをストックしたりできる台なのかもしれません。わかりませんけど。さあ、これで4連目。はい、当然ビッグでしょ。はい、4連目でございます。オールビッグ、いいですね。あ、赤カットいいんだ。今度2発目さあビッグ5連。これで一撃1000枚。あれ、出るぞこの台。これは面白いぞ。はい、これで4連目が終了ですが、まだ1ゲーム連が続きます。ここは5連目いきます。これも通常点滅。気持ちいいぐらいビッグが重なります。あっという間に1000枚出ますね。これで早いぞ。さあ、なんやかんやでビッグが5連、一撃1000枚オーバー、あっという間に来ましたけど、投資が33本、1650枚あるので、あと600枚ぐらいですね。もうここまで来たらあとビッグ3発引いて一気にまくりたいというところですね。現在1042枚を獲得して5回目のボーナスが終了になります。あ、終了じゃなかったですね。はい、これで5回目のボーナス終了になります。1042枚。さあ、まだ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 お願いします。ここまでは32ゲーム以内も割と早めに当たってくれてる。よし、6連目。これが今日初めてのレギュラーということになりますね。最後の終了の画面の文字の色で設定し差があるようです。これでレギュラーの30ゲーム終了になります。で、文字が赤ですね。赤文字は36の示唆。いやー、本当かな。まあ本当なんでしょうけど、まああくまでも示唆ですね。まあまあ、それよりもね、この一連のボーナスループでまくることが大事。さあ、6連目まで消化しました。おお、早い。7連目、これも通常点滅。通常点滅しかまだ来ないですね。もしかしたらガマモード、もうすぐガマゴーリって言ってしまいそうになります。ガマモードぐらい行ってそうですよね。
さあこれで7連目までを消化して獲得枚数あっという間に1300枚超えてきましたんで、もうあと2ビッグでプラスになります。オハテンの時はどうなるかと思いましたけど見えてきましたよ。さああと2ビッグ頼む。1ゲーム目でチェリーで天国中は複数点灯しやすいとのことなんで、これまた2つとかつけばね天国に期待持てます。1個か。おーしかしもう1回引け、もう1回。うわー3つはむずい。まあああいう自力要素も重ねて、あ左のみはガマモード以上、ガマモード以上なんでやっぱいましたね。だガマモードだと継続率が約 81%、 超ガマだと 92%、 やっぱ上位いってましたわ。さすがにこれだけループすれば全然その可能性は考えられますもんね。よし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 、はい、というわけで今日はですねマルハン浜田店さんやってきてますが、まあ、本当にねすごいです。すごい朝の並びもね、あの寒い中スロット台数ぐらいのお客様並んでましたけど、もう開店したら次から次にお客様が入ってこられて、本当に台が選べない状況の中、空き台もほとんどないという状況ですね。すごいね、カバネリがね、箱がこっちも、え、カバネリこれなんかすごいことになってない？カバネリめっちゃ箱積んでますね。すごい別積みもいっぱいある。で、まあこっちが、絆天弁、そしてその奥がちょっとバラエティかな、スマスロバラエティという感じのコーナーですけど、まあご覧の通りどのコーナーもかなりこう稼働が高い状況続いているので、ちょっと今日は難易度も難しいぞと。その中で、まあ、打ったことのないジャジャマル君に座ってオハテン食らいまして、これで天国行かなかったらきついぞというところからあの状況なんでね、すごい助かりました。はい、あとスマスロじゃないんで、その有利感を切って上位に入れるとかそういうシステムじゃないところがいいですよね。またね、どのあたりからでもこれぐらいはね期待が持てるっていうところいいところだと思います。 6.5 号機のあでチャンスを来ましたね。今ボーナス中の巻物からチャンスを来ましたんで、ここでもボーナス取る可能性がある。このチャンスゾーンが置き時にはない要素なんで、そこは置き時と違いますよね。さあこれで8連目終了になります。そしてここからチャンスゾーンかな、あすいません、最後の1ゲームが残ってました。これで終了ですね、8連目がで、チャンスゾーン、あ、え、チャンスゾーンじゃない、1ゲーム連わかんないなぁ。いや、チャンスゾーン残ってますね。いや、今のでチャンスゾーン消えるのかなと思ったら消えてないんで、まだチャンスゾーンは消化できますね。すごくないこのボーナスループ、一気にまくりますよ。もうこれで1700枚を超えるんで、さあこれで9連目が終了です。ビッグ8のレギュラー1、獲得枚数1753枚ということでプラス1に入りました。そしてまだここチャンスゾーン残してます。あこれか、まあ、要はアイテム3つ集めるか7を取れれば当たりですよというチャンスとなります。で、まあ、登場キャラによって期待度変わってくると、まあヘドも真ん中よりちょっと下ぐらいですかね。だフリーズしてる、おお、そういう演出なのか。で子役を引けばチャンスなんですが、何も引けないとあっさり終わってしまうっていうね。オッケー、これで赤玉1個、あと2個。オッ
あ、来た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 。揃えば OK です。揃えばビッグですね、ここ。青カットいいんですけど、どうかな。うわー、ダメか。まだある。OK。これで2個。さあ、どう？危機、終了のピンチ。あー、ダメだったか。ということで、チャンスゾーンは失敗ですけど、もちろんまだここから天国の、まあ、ガマモードのループ可能性はあります。いや、やっと今プラス域に入ったところなんでね、ここからさらにプラスを伸ばしたいというところですが、ちょっとここまで32ゲーム以内もかなり早いゲーム数で来ていたので、20ゲームとか消化すると不安になりますけど、あ、25万7千。こういう違和感演出もボーナスだったと思います。32ゲーム以内、今ピョンって跳ねましたもんね。多分大丈夫。 OKOK、 よし、ビッグが続く。なんかただ光るだけじゃなくて、ああいう違和感を入れてきたところがまた面白いですね。これまでの32ゲーム以内にループするタイプの台に新たな要素を加えてきた感じ、チャンスゾーンだったりとか違和感演出だったりとか、まあ、似てるようでかなり進化してますよね、そのあたりは。よし、11連目。ここもビッグ、ビッグだけで10回。12連目。うん、レギュラーは2回目。お、今のはまたすごい滑り方しましたね。はあ、第一停止でずるっと滑って第二停止で光るというパターンもあるんだ。はい、これで13連目でございます。1個。おお、14連目。よし。おお、15連目。めちゃめちゃビッグの比率高くないですか。ビッグ13、レギュラー2です。これさあ、なんやかんやでビッグ13、レギュラー2の合計15連で、あと1ピックで3000枚というところまで来ました。さあ、3000枚に届くかどうか、参ります。ちょっと怖いな、ここまで来ると。なかなか20ゲームは超えなかったので、ピンチか。これで20ゲーム。さあ、16連目あるかどうか、ちょっと危うい感じになってきました。いよいよかな。これで29ゲーム目。30、31、32。ここまでか。15連で途切れてしまいました。まあ、一撃2800枚、まあ、十分な結果ではありましたけど、3000枚には届かずという結果ですね。いや、でもかなり面白かったですね。ただ32ゲーム以内にボーナスが続くというだけじゃなくて、まあ、いろんな告知パターン見ることができたし、またその中でチャンスゾーンもあったし、いやー、この忍者ジャジャマル君、ガマモードまで行けばかなり楽しいというのは体感できてよかったです。さあ、というわけでパチンココーナー来ましたけど、ちょっとね、パチンココーナーも圧巻の光景です。まあ、中央通路にはね、綺麗にずらっと別積みがあるんですけど、すごいですよね、この別積みもずっと奥まで。さあ、そしてパチンコといえばね、今話題なのがこちらのラッキートリガー。
まあ、続々とね今ラッキートリガー搭載されている機械も増えてますけれども、まあ、こちらもね大人気でございますラッキートリガー。ただね僕ホール経験者じゃないですか。もうこれだけハイスペックの機械が出だしてね拡大計測器じゃないっていうのはスタッフの方大変だろうな、ちょっとねまあ、出玉アピールにはなるんだけど、僕がホールスタッフだったら勘弁してよってちょっと思いますよね。1650枚だったんで投資が1000枚以上はプラス、よし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 、はいはい、というわけでちょっと 見えるかな、はい、交換枚数はこちら2794枚、投資が1650枚ありましたのでプラス1144枚という結果ですね。やりました。さあというわけで3月は私シーサー東北マルハン応援サポーターとして東北地方のマルハングループ回ってますが、まだまだね街道日記の収録続きます。明日も青森県内のマルハングループで街道日記の収録となりますので、次回も見ていただけたらと思います。ありがとうございました。